ルだ。入ってもいい？お小遣い集めて買ったよ。いつもありがとう。応急薬が確かバッグにあったのに。急いでくれ。負傷者たちの状態があまり良くない。そやつはキツラギ、無事救出できたのか。ご苦労だったな、ヘラヘラスマイリー。あとはエリナの防衛軍の到着を待てば。分かったから、とりあえず落ち着くんだ。もう少しゆっくり説明を。これ、何？これは、培養槽？こんなもの、タワーにはなかったはずだ。だとすれば、あやつが持ち込んだとしか考えられないが、これは一体。グレモリー、どうした？それ！この回路の構造は。爆弾だよ！なんだって？それも、ヤバめな、生物兵器っぽいかも。爆発したら、中の黒いのが半径1キロメートルくらいにばらまかれちゃう。やられた。奴らが使用していた弾丸、それと51エリアでの事件、これらから考えれば答えは明らかだ。このチューブの中身はエル・バクテリア。見通しが甘すぎた。ここにこもっていれば事態は解決するだろうと。あやつの悪辣さを我はよく承知していたのに。このままでは我々どころか周辺の住民たちも、もうすぐ到着するはずのエリナまで、エリナまで。カッカ、カッカ、早く応急手当てを。この症状は、まさか弾丸がかすっただけで。大変だよ。入り口に。ネズミども、こんな場所に隠れてたとかな。リリスがここにいるらしいぜ。要は中の奴らを皆殺しにすれば完全勝利ってことだな。まだ猫。どうなってるんだ。ここは安全なはずだろう。まさか誰かがこの場所をバラしたんじゃ。そんなことはどうでもいい。このままでは隔壁だって長くは持たない。まずいぞ。ああ、死
死ぬ前に浮遊城のアンドロイドと握手したかった。このオタ野郎、そんなこと言ってる場合かよ。お母さんテロリストに命乞いすれば。とりあえず周りで動かせそうなものを探せ。強度は気にしなくてもいい。目的は銃弾を防ぐことではなく時間稼ぎだ。あんた清掃員のくせに一体何言ってんのよ。くだらん口論をしている暇はない。いいからよく聞け。とりあえずセーフハウス内の家具でバリケードを張り、一時防衛ラインを作る。奴らがバリケードを壊している隙に、戦闘可能なものは奴らを襲撃できる場所に身を隠せ。民間人は南の倉庫に退避しろ。そこが最終防衛ラインになる。でも時間がないと言ったはずだが、さっさと動かんか。なんだその目は。こう見えても軍団長だったんだぞ。そんなかなり人間も。とりあえず信じてついてこい。これが最善策だ。できるだけ奴らを阻止するぞ。幸いここの内部構造は私たちの方が詳しい。ゲリラ戦に持ち込めば勝機もまだあるはずだ。敵は多勢だが焦らずに確保撃破するんだ。来たぞ。各自持ち場につけ。ここに隠れやがった。隅々まで探せ。一匹も逃がすな。Thank you.
スの武器庫にあったんだ。心細いけど少しは奴らに抵抗できるはず。私らも手伝うよ。こんなとこで死んだら美少女界も喪失になっちゃうからね。ここが最後だ。もう後はないぞ。手につかめるものなら何でもいい。投げて攻撃し続けろ。ご先祖様、見ていてください。私たちは誇り高く生きていきます。帰っているであろう。奴と決着をつけてくれ。面倒だったのよね。せっかく登ったのに執務室に入る
ソコンを使えば開くと思う。ちょっと待っててね。私は登録済みだからログインして。魔界のセキュリティは複雑で認証ステップが、え、17ステップも。ごめん、思ったより時間がかかるかも。え、手伝おうかって。大丈夫、私一人でできると思う。実はね、お姉ちゃんもエヴァも新しい機械は苦手なんだって。大人ってそういうものって言ってた。とにかくここは私に任せて。待ってる間向こうで遊んでてもいいよ。すぐに行くから。さて、コーヒーブレイクと行こうか。こんな機会でもなければもう話なんてできないからね。座りなよ。心配しなくても、あの小さな姫が戻ってくるまでには終わるさ。砂糖はいくつ入れる？あやはり君とは何もかもが違うね。特に大事な話があるわけじゃないんだ。ただ一度落ち着いて話をしてみたかっただけでね。本当なら今すぐ君を消し去るのがベストなんだろう。そんな赤子の手をひねるより簡単さ。だけど好奇心というか未練というのかな、どうもそんな気にならなくてね。うん、私と君、どちらかが偽物だったら楽なんだけど、そう簡単な話じゃないんだ。私は君、正確に言うなら前回の世界における君だね。私の世界と君の世界の間にも世界は何度かループしているかもしれないが、合理的に考えれば前回が妥当だろう。わざわざそれ以上前から選ぶ必要もないしね。ああ、わかるよ、混乱するよね。かくいう私も知っているのはここまでだ。私たちの世界は繰り返されている。私は何らかの理由で次の世界でやり直す機会を与えられただけ。前の世界にいた私が今ここにいる。それだけでなんとなくわかるだろ。前の世界は終わった。インベーダーに滅ぼされたとか、環境汚染で自滅したとかじゃない。文字通り終わったんだ。マリアンやソヒ、他のチャンピオンに仲間たち、世界中のみんな、それにインベーダーさえも、その全てが溶け去り、世界の果てに私だけが取り残された。私も同じセリフを言ったよ。何もない空間でどれだけ繰り返したか、数億回どころの話じゃない。虚無の中での7年間、ずっとずっと考え続けていた。何を間違えたのだろう。仲間たちと世界を救おうとしたのに、どこで間違ってしまったのだろう。苦悶するばかりの私の前に奴が現れてチャンスをくれた。正体も目的も何もかもがおぼろげな存在。
だとしても、私には文字通り、今さら失うものは何もなかった。気づけば魔界にいたよ。そこからやり直すのはそう難しくはなかった。ロールプレイングゲーム的に言えば、強くてニューゲームのような感じかな。マーク2の制御コードは前の世界と同じだったから使えたし、リリスやエリナ婆さんも一時は大切な仲間だったからね。可愛らしい方だよね。頭は回るし行動力もある。さすがはカミラ女王の妹と言うべきかな。こんな状況じゃなければね、きっといい君主になれたと思うよ。カミラ女王の未来を考えると、まあいずれにせよ手を組む選択肢はなかっただろう。君のことも想定より早く思い出してしまった。私をここに送った奴は少なくとも1年は持つはずと言っていたんだけどね。計算ミスにも程がある。さあと言いたいところだけど、ここまで来て隠すことでもないかな。ヘブンホールド、 G モード動力室の地下、みんな冷凍カプセルの中で眠っている。心配しなくていい。全てが終わったら復活させる。大事な仲間だからね。今度こそ守り抜いてみせる。チャンピオンソードを使ったあの時、インベーダーとの戦争が終結したその瞬間に、私の世界は終わりを迎えた。なら、インベーダーとの戦争を回避すればよかったのか。そう都合よくはいかないんだよ。奴ら、いや、あいつはどんな手を使ってでも人類を滅ぼそうとする。理知的に振る舞ってはいても、そもそも性根がねじ曲がっているからね。だから一番単純な方法を選ぶことにしたんだ。私が直接手を下すことなく、インベーダーとの戦争に勝利する。人間界、魔界、天界、その全てを私が支配し完璧に準備するんだ。インベーダーの総攻撃もあいつのことも止められるようにね。人間界については仲間のチャンピオンたちの影響力があるから、さして難しくはない。魔界は、まあリリスを説得できればあとはどうにでもなったんだけど、君が51エリアでやらかしてくれたおかげでボツになってしまったよ。今日タワーにいる魔界の首脳陣は全員死亡する。まだリリスや他の生存者がしぶとく隠れてるみたいだけど、無意味なことだよ。私が作ったあれよ、エルバクテリア、あれが爆発すればタワー内の生命体は全て跡形もなく消え去り、最後には魔界の英雄である私、そして正体不明のテロに怒り狂う魔界の国民たちだけが残される。素晴らしい計画だと思わないかい。そうか。一つ私からも質問をしていいかな。君は一体どうしてしまったんだ。どうしてそんなに弱い。なぜそこまで優柔不断でいられる。今この瞬間もインベーダーの奴らは衛星軌道上にいる。奴らが今まで何をしてきたのか、そしてこれから何をしでかすのか、百も承知だろ。奴らのリーダー、
救世主と呼ばれているあの存在。今、あいつが現れたら、君はどれだけ抵抗できると思っている？せいぜい1、2秒、そんなところだ。しかも、チャンピオンソードだってあっさりと私を選んだ。あっけないくらい簡単にね。君は、私たちは、この世界を守るべき勇者だ。私の目を見て、よく聞け。全世界の運命が、私たちの双肩にかかっている。そんな私たちが弱いのは、もはや、罪だ。加えて、3ヶ月もの空白。正気を疑うね。総攻撃までに、時間がどれだけ残されていると思っているんだ。なのに君が、チャンピオンたちを集めるどころか、勝手に姿を消して、一体どこで油を売っていたんだ？未来？一体何の話だ？ラー帝国、ダークメイガス、第13軍団長。奴がどうしたと言うんだ？確かにカンタベリーを空襲してきた時は手強い相手だったけれど、ラー帝国で戦う時には雑魚も同然だったはず。そういえばあいつ、首を落とす前に妙な術式を発動させようとしていたよ。どうであれ、呆れるばかりだ。物語がリリスに合うところまで進んでいるのに、まだ第13軍団長がどうのこうの言っているとは。もう世界の終わりがうんぬんとか、そういう話ですらない。まず君がそこにたどり着けるかどうかも心配になってきたよね。私はリリスの執務室に戻る。私の予測では、あと15分ほどでエリナ率いる防衛軍が到着する。そして私はここからヘリで脱出すると同時に例の爆弾を起爆させる。言いたいことはわかるね。そこで君に選択の機会を与えよう。15分以内に無謀を承知で私に戦いを挑んで惨めに死ぬか、わずかな可能性にかけて姫を連れてここから逃げるかだ。もし君が二度と世間に姿を見せないと誓うのなら、私も君を追うようなことはしない。よく考えるといい。行こう。女王様の執務室はすぐそこよ。